はい、市場で魔導石は売れない、哲学とでございます。今日もディアブロイモータルやっていこうかなと思います。そうですね、週も新たに変わって新たな気持ちでね、イモータルの方やっていこうかなと思うんですけど、そうですね、今日はなんかね、まあ、この動画を撮り始める前に私の、まあ、先輩 YouTuber であり、まあ、なんていうのかな、尊敬する YouTuber の一人、ぴょこたん先生のね、動画をちょっと見てて弟さん、まあ、すごくね、頭のいい、まあ、弟さんが、まあ、ぴょこたん先生いらっしゃってね、まあ、東京大学に、まあ、独学で、まあ、合格したものの、まあ、なんていうのかな、東大自体に受かることが、まあ、目的だったんで、その後、まあ、すぐに中退しちゃったっていうね、まあ、変わった経歴の持ち主の弟さんがいるんですけど、まあ、結構、まあ、ぴょこたん先生って、まあ、漫画家をやりながらいろいろね、まあ、株とか、あと、まあ、ギャンブルとかね、そういうことでマルチに、活動してるっていう、まあ、非常に自由なね、感じの方で、まあ、なんだろうな、結構、考え方とかそういうところっていうのは、あ、これダメだな。ちょっと待ってくださいね。イモータル。画面の設定私変えちゃったんで、待機画面が出てないことに今気づいたんですけど。こっちかな。これで大丈夫かな。はい。そうなんですよね。たまに、昨日ちょうどディアブロ3のね、配信の方やってたんで、うっかりね、そのままの画面設定でやっちゃったんですけど。で、まあ、その動画の内容っていうのが、まあ、弟が、スピリチュアルのヒーラーになったんで、まあ、スピリチュアルヒーリングっていうものを体験してきたみたいな動画だったんですけど、まあ、なんていうのかな、まあ、東大に受かるようなむちゃくちゃさ、まあ、独学で東大に受かるようなさ、むちゃくちゃ、すごい人でありながら、まあ、スピリチュアルにもどっぷり使ってて、まあ、なんだろうな、まあ、ケンスケさんのチャンネル、まあ、その弟さんのチャンネルって、まあ、その東大に受かる方法の動画ももちろん出してるんだけど、まあ、それはなんだろうな、独学で受かるための方法論とかそういうのを解説してるんで、まあ、東大目指されてる方にとってもいい、まあ、動画だと思うんですよね。まあ、私も実はまあ受験のチャンネルを一つ、やってて、まあ、その中で、まあ、うち相方がまあ東大の、分一出てるんで、まあ、東大受験についての相談とかも受けるんだけど、結局まあ、なんていうのかな、東京大学受験の難しさって結局のところ、まあ、大手進学校からの進学率がやっぱりすごく高い理由って、やっぱ情報量でもあるわけなんですよね。まあ、田舎の学、だから、なんていうかな、東大受験でとにかく優秀な人って、まあなんか、田舎の全然わけわかんないような高校、まあほとんどの人がさ、高校出たら働いちゃうような高校から、東大出て、に入ってくる人っていうのが一番、まあ能力的にはすごくて、どうやったらわからない、どうやったら東大に入れるのかどうかもわからない状態からさ、まあ、自分自身でこう、まあ、自分を教師にするような形で、まあ、東大に入るために必要な努力をしてきたっていう人なんで、まあ、なんだろう。まあ、独学でやっぱり受かってる人ってやっぱり、ズバ抜けてることが多くて、まあ、もちろん当然ながらそういうさ、まあ、東大受験は中学受験からっていうことも、まあ普通に受験業界では言われてるように、まあいい中学にそもそも入るっていうことももちろん努力だから、まあ単純にそこで差をつけることはできないんだけど、やっぱりなんだろうな、まあ情報の分析能力とかそういう部分で、やっぱり、まあ独学だけで東大入ってくるやつってやっぱりすごい人が多いんで、まあそういうこう一人でも生み出せたらいいかなっていうんで、私たちもさ、YouTube で、まあ、そういうね、情報発信の動画をやってるんだけど、まあ結局、それって何かって言ったら、
私もまあなんていうか東大までは難しくないけど、まあ東北大学のまあね、文学部ぐらいだったら楽に受かるぐらいの、高校にいたんで、まあ要するにさ、そういうまあ東大に入っていくような高校の、子たちが普段共有しているような情報っていうのを、まあ大人になった私たちが、なんていうか、同じノリで、伝えていくっていうようなチャンネルなんで、なんていうかまあ1年間動画を見てもらえると、まあそのいわゆる進学校の中で、どんなことを生徒たちがやってるのかとか、そういうことが疑似体験できるようなねチャンネルってことで、私の学習チャンネルをやってるんだけど、まあ話がだいぶ脱線しましたけど、まあそのぴょこたん先生の弟さんのそのスピリチュアルヒーリングっていうのが、まあなんかそのすごい怪しげなさ、まあなんていうのかな、いい気をさ、身体に照射してくれる装置260万とか、まあそう、まあなんだろうな、心を、体を浄化してくれる水晶、一つ何十万とかさ、まあそういうアイテムをまあコレクション今してきたんですけど、まあそれを使ってまあスピリチュアルヒーリングが受けられるっていうさ、サービスを弟さんが始めたみたいなんですけど、まあ1万円でねできるらしいんで、なんかね最初はなんていうか、まあぴょこたん先生は当然ながら弟さんのそのスピリチュアリズムには全くその、なんていうか疑いの目を向けてるんだけど、なんかそのまあそういう怪しげに思っていながらもさ、やっぱり弟が何か仕事始めたらそれを紹介するための動画撮ってあげるっていうのはさ、やっぱりすごいいいお兄ちゃんだなと思いながら見てたんですけど、まあ結構ね、私もなんかまあケンスケさん自身のキャラクターが好きなんで、その弟さんのファンでもあるんだけど、まあなんかさ、ツイッターとか見てるといつもほらコロナ陰謀論、コロナは陰謀だみたいなさ、まあ説を唱えてたり、ああワクチン陰謀論か、ワクチン打たない方がいいみたいな派閥に属してんだけど、まあ私も全然全くそのワクチン陰謀論とか、あとその打たない方がいいとかっていうのは支持じゃない、自分としてはやっぱワクチンを打った方がいいなと思ってるし、科学的な根拠もあると思ってるから、まあそこの思想は違うんだけど、やっぱりなんていうのかな、そういう思想の違う人と仲良くやっていけるっていうのってすごく大人な人間関係だと思うんで、なんかね、すごく微笑ましく見させてもらいましたね。で、まあ結構スピリチュアリズムって、まあここからがやっと本題に入ってくるわけですけど、スピリチュアリズムってまあ怪しげっていう印象がすごく強いと思うんですけど、まあ哲学の中でスピリチュアリズムってそもそも何なのかってことを考えてみると、意外とね、そのスピリチュアリズムと、まあ現実主義とか、唯物論の違いっていうのは明白じゃない部分がすごくあって、まあそういう話がちょっと今日できたらいいかなと思うんですけど、まあスピリチュアリズムってまあスピリチュアル、まあ霊魂を認めるか認めないかっていう思想なんですね、簡単に言ってしまうと。まあ例えば、死んだ後の世界、死後の世界とかですね、まあ死んだ後もその物理的な身体以外のものが体に宿っていて、まあそれがまあ、例えば霊としてさ、良き霊、悪霊、悪しき霊という形でさ、世の中に、世界に残っていて、まあそれが、影響して私たちに、生きてる人間にも影響していくという思想がまあスピリチュアリズム、霊魂主義と言われたりするわけなんですけど、まあその結局のところね、スピリチュアリズムって度合いの話なんですよね。だからまあ普通にまあ世の中まあ科学的に物事を考えた方がいいって思ってるけど、まあ死後の魂とかの永続性とかね、そういうものを信じてる人っていうのは、まあ度合いの違いはあれ、やっぱりスピリチュアリズムの、傾向を少し持ってる人なんですよね。でもうむしろなんていうのかな、人間は死んだら終わりと、もう身体的この物理的な身体によって私たちの精神も生み出されてるから、まあ死んだら終わりだと。まあだから死ぬまでに何が残せるかっていう観点で考える人。まあ極端に考えちゃうと、まあそういう
まあ、完全なる唯物主義者の人と、まあ、スピリチュアリズムの傾向が、ある人と違いがあるわけなんだけど、まあ、そこで問題になってくるのが、まあ、結局なんていうのかな、あのスピリチュアリズム怪しいの源泉っていうのは、その物理的な秩序を超えて、霊魂の世界、霊的な世界っていうものが存在してるってことを信じてるんで、まあそこに、まあ、ある種のその詐欺の可能性が生まれてくるというかさ、まあこれ別にさ、宗教の問題にも関わってくるから、なんていうか、差別的な意図はないんだけど、まあ例えば聖水なんかが、一番いい例ですよね。まあ、世の中水、まあ、例えばさ、コンビニに行っても、売ってるさ、飲み水の値段って結構違うわけじゃないですか。あるところのものはさ、まあ、ミネラルが含まれてて、ちょっと200円なのに、あるところの水はまあ、安くてさ、500ミリリットルで、100円の水とさ、500円の水があるという違いがあるのって、なんでなのかって考えてみると、もちろんながらさ、その普通の飲料水の場合はそういうスピリチュアルな理由じゃなくて、中に含まれているさ、ミネラル要素とかそういうものが、影響してくるわけなんだけど、なんかここで問題になってくるのって、まあ、例えばその、スピリチュアリズムでいうとこの清めの理論とかね、例えば普通の水道水、まあ1リットル10円としましょうか。1リットル10円の、まあ、水道水なんだけど、まあ、パワースポットと呼ばれるところで清めると。で、そこに、良き、まあ、気が込められたものになると、まあ、1リットル10円の水に、1万円の付加価値が生じてくるということを言い始めると、それはもう結構スピリチュアリズムの世界になってくるわけですね。パワースポット、水道水をパワースポットで持っていったところで、まあ、変わりはないわけですよね。普通に、まあ、まあ、カルキの抜けとかね、そういうのは同じだ、あるだろうけど、まあ、水道水はどこまで行っても水道水であるって考えるのが、まあ、まあ、物理主義的な考え方なわけなんだけど、スピリチュアリズムになると、まあ、その、まあ、自然界にある気を取り込んだ、水なるものが生成されて、そこに、10円の水がさ、1万円の価値になっちゃうっていう、論理が差し込まれちゃうわけですね。まあ、だから、要するにさ、スピリチュアル的な、まあ、スピリチュアル清浄、な、ただの空気清浄機なんだけど、これは、良き気を、入れ込んでくれるさ、機械だっていう形で、まあ、例えば10万円、まあ、その空気清浄機そのものがさ、まあ、市場の適正価格は10万円でも、まあ、そういうさ、ちょっとやばい人たちは、それにさ、これはなんかその、霊魂清浄機だって言ってさ、100万円の値段がついたりとかするわけなんですよね。で、まあ、で、その悪どいのはさ、詐欺だと訴えられた時に空気清浄機だって言い始めるんだよね。だからまあ問題なんだよね。空気清浄機を単純にこの人が10万で、100万で買ってしまったっていう問題に差し替えることによって詐欺を回避しようとするっていうこともやってたりとかしててさ。まあ、なんか、騙されるのバカしかいないとさ、思いがちなんだけど、なんだろうな。結構紙一重な部分があって、まあ、私たちやっぱりその唯物論的な世界像ね、それだけを信じてる人って実はそんなに多くなくて、まあさっき言ったようにさ、もう死んだら終わりですよっていう世界観を、まあ、純粋に心の次元で信じられてない人っても結構実はいて、まあそう考えるとスピリチュアリズムの問題って、そんなに、なんていうのかな、簡単に割り切れる問題じゃないんですよね。で、まあ、ここでさらに、まあ、厄介な問題としてはね、実は唯物論、まあ、この世の中にはその物理的な秩序しか存在しないっていう考え方も、突き詰めると、まあ、物理的な秩序しか存在して、しないと言い切ってしまう次元に入ってくると、なんていうのかな、スピリチュアリズムと実は一致してしまうんですよ、考え方が。その、まあ、特になんか私なんか最近、
まあ、量子物理学でさ、まあ、ノーベル物理学賞なんかももらった、まあ、ロジャー・ペンローズさんっていう人が、まあ、あの量子力学を使って、まあ、自由意志の存在証明とかね、まあ、そういうことの研究をちょっと、やってるんですけど、まあ、結構私これスピリチュアリズムだなって、まあ、正直思いながら見てて、その、まあ、量子力学とか、まあ、素粒子理論とかね、まあ、世の中の、まあ、要するに、分子以外の微細な物質が、持っている振る舞いっていうのは、その、今まで持っていたような、その、物理的な決定論ね、まあ、完全にもう、こう、因果関係が決まるっていうものじゃなくて、まあ、その中にある、まあ、物質の振る舞いの可能性っていうのは確率的にしか示せないというような世界像っていうものを、まあ、まあ、量子力学とか素粒子理論が、まあ、もたらしたと、まあ、世界理解の中にね。で、まあ、その中で、まあ、ペンローズさんは、まあ、量子力学の、まあ、専門家なわけなんですけど、まあ、自由意志っていうのは要するに、その微細な、ものの振る舞いが、その確定的に、示すことができないっていうことのそのランダム性の中からまあ私たちの自由意志が存在してるってことをまあちょっと言おうとしてるんだけど、ただまあかなりこの議論って前打つ場性がすごくあって、まあ私たちが何かを自由だと感じる、まあ例えばお昼に何を食べるか決めるにあたってまあ蕎麦を食べるのかカレーを食べるのかっていうさ、まあ意思決定をするときにまあ自分の意思でね、それを決めてるっていう、まあ、考え方があるわけですけど、まあ、なんていうのかな、自由意思って結局、まあ、少なくとも昼何を食うという、形式の中で、食べられるものを選ぶっていう、ある種のその因果性の中に、囚われてるんですよね。だから意思決定ってその、完全にさ、自由な中で、決められてるわけじゃないんですよ。火星で石を拾うっていう選択肢はその中に出てこないわけですよ。カレーを食べる、まあ、蕎麦を食べるっていう選択肢以外に、火星で石を拾うっていう選択肢がもう一つあって、その中から選ばれてるとかさ、まあそういう完全なランダム性っていうのはさ、その、なんていうか、あらゆる可能性をその中に、なんていうか、内包しちゃうんで、むしろそんな無限の可能性の中から、有限時間の中でね一つの、意思決定をするってことはまあ難しくなってしまうので、まあランダム性をね自由意志の議論に持ち込むっていうのは結構危ないっていうかなんかねまあ無理なんじゃないかなっていうのがまあ今、ペンローズさんの議論を見てて思うことなんだよね。でまあおそらくその科学的なその絵の中にさまあ、自由な魂を持つ人間の心っていうのを、保持したいと。で、まあ、その枠組みの一つとしてさ、量子や素粒子の、不確定性っていうことを持ち出そうとしてるんだろうけど、まあ、それって結局、唯物論の中で、まあ、魂の存在を、まあ、証明しようとしてるわけなんだけど、まあ、ここで問題になってくるのって、まあ、スピリチュアリズムって、なんていうのかな、ある種の自然主義ともすごく、重なっていて、あらゆるものに霊魂が、宿る。まあ、つまり、まあ、石と私たち人間の身体っていうものを同列で、見ていく。まあ、その、なんていうのかな、魂の発言が強くなってくる。まあ、物の構成が複雑になってくると、そこには、魂が宿ってくる。っていうことは、その石の中にも、その魂の方がというのかな。まあ、なんていうかな。言葉を喋るところまでは言ってないけど、まあ、魂の一部が含まれてるっていうような考え方を、やっぱりしていくようになっていくので、まあ、なんだろうな。極端な唯物論的な思考っていうのは、実は、まあ、スピリチュアリズムとかなり、まあ、合致してきちゃうっていう問題があって、まあ、唯心論と唯物論って、まあ、結局のところ、同じさ、根を持つ思想っていうかさ、考え方に帰着せざるを得ないというところがあって、まあ、そこがあるので、まあ、難しいところだし、あと、その、スピリチュアル性っていうところ
で言うとさ、その私たちって完全にその使用価値だけで、物を売買してないわけですよね。例えばまあブランド品なんか特にそうだけどさ、同じカバン、まあ性能として同じカバンでもさ、まあグッチやルイヴィトンだったら、まあ1000円、まあ例えばさ、そのカバンの使用価値とか、まあ製造とかそういうものを考えたら1000円ぐらいのものでも、まあグッチルイヴィトンだったら、名前にもなるとかさ、そういうことの中にもある種のスピリチュアル性、物理的な、世界を超えた、まあ価値のやり取りっていうのがあって、まあ世の中に存在するものって結局さ、まあ厳密に言うと、まあもちろん需要供給関係でさ、物の価値っていうものを考えることはできるっていうふうにも言えるんだけど、まあそこに完全に一致してるわけじゃなくて、まあそこの中にある種のそのインセンティブ性っていうのかな、スピリチュアル性を認めないとそもそも、まあ資本主義は成り立たないんじゃないかっていう議論も、あって、だからね、スピリチュアリズムってね結構紙一重なのよ。まあ極端な詐欺商法として見られる時の、スピリチュアリズムっていうのは当然問題があるわけですね。水、明らかに1リットル10円の水をさ、まあ1万円で取引したりとか、そこには怪しさを感じるけど、ただまあ私たちが何かを買ったりとかね、まあしてる時にも実はこのスピリチュアリズムの問題って完全にそこから自由であることってできないので、だからそのものの本物の価値、本当の価値とかさ、っていうものが実在してるっていう立場も、もうもはやさ、経済学の中では成り立ってないわけですよね。まあ市場の中での、まあ需要供給関係によって、価値を変動してくるものだって捉えたり、していくわけなんだけど、まあその実体的に価値そのものを、確定できるっていう議論って、まあおよそ今ではさ、難しいということが言われてるんで、なんていうのかな。まあ、スピリチュアリズムって結構ね、その、度合いの話なんだよね。まあ、極端な形で出てくる。まあ、なんか、明らかにその水1万ではねえだろって、いう次元に入り込むとさ、怪しいスピリチュアル詐欺の話になっちゃうけど、まあ、水1リットルが10円なのか、それとも、20円なのかっていう差はさ、詐欺的な次元で語られる、話じゃないわけだよね。だから、まあ、なんか、そう、結構スピリチュアリズムって、まあ、怪しいなっていう目線でさ、まあ、捉える人が多いんだけど、意外とその、現実世界のね、まあ、いろんな物事って、その、スピリチュアリズムってやっぱ度合いの問題で、存在してるんですよね。まあ哲学の立場から考えてみても、スピリチュアリズムって別に悪いわけじゃない。それそのものが悪いわけじゃないんですよ。まあ私は霊魂の存在を信じるという人は大勢いるし、まあそれについてね、議論してる人もいるんだけど、まあ日本の場合はやっぱり特にスピリチュアリズムがさ、まあ詐欺的な文脈でやっぱり最近は使われることが多いから、なんだろうね、難しいとこだよね、そこはね。私の姉もなんかすごいスピリチュアリズムにハマってた時期があってさ、優しい言葉をかけ続けた水のさ、その、蘇生が変わるとかそういうのを一時期信じてた時期があったけど、まあ、あれもかなり怪しいよね。なんか水の結晶が変わっちゃうみたいなさ、だから、なんか優しい言葉は人を変えるみたいな。まあでも、そこに含まれる精神性が、科学的にどうかというよりはそこに含まれる精神性の問題って結構大事だと思っていて、まあ、あのさ、優しい声かけが水の蘇生を、水の結晶を変えるっていうあの話、その、悪口をさ、かけ続けた水はなんかすごくさ、その結晶が、ぐちゃぐちゃになっちゃってさ、で、優しい言葉をかけ続けた水は、結晶がむちゃくちゃ綺麗になるみたいなさ、
話って、まあ、要するにそのなんか人間的コミュニケーションの中にそのまあ優しい、まあ要するにあれってどういうことかっていうとさ、あの単純に水の話してるわけじゃなくて、我々の人体の、人体の大部分は、まあ水分で、形成されてると。だからまあその悪いさ気、まあ悪い言葉なんかを、お互いに掛け合い続けると、まあその体の中の、水が、まあ悪い水になってしまって、まあ早死にしたりするっていう話なわけなんだけど、なんだろうな、まあ確かにその科学理論としてはおよそ間違ってはいるんだけど、結局まあ人に意地悪になことを言うよりも、優しくしましょうっていう、ことを語り方の違いに過ぎないんだよね、スピリチュアリズムって。だからまあもちろんさ、なんかそんな怪しい方向性でそのなんか人に優しくしましょうと語る必要があるかなと思ったりもするんだけど、まあ意外とその裏側にあるものとか見てみると結構まともなものが多かったりとかするんだよね。まあ当然ながらその壺を100万で買ったりとかね、そういう必要は全くないので、なんだろうな、意外とスピリチュアリズム、思想として見てみる、まあ、この人たちが結局これを言うことによって何が、どういう世界を肯定したいのかとか、まあ、そういうなんていうのかな、具体的な価値のレベルに落とし込んでスピリチュアリズムって捉えてみると意外とね、まあ、言わんとすること分かったりすることあるんで、まあ、周りにちょっとスピリチュアルな方向に走っちゃってる人いたら、まあ、そういう付き合い方をするとね、変な偏見なく暮らしたりすることできるんで、おすすめですよっていう話ですね。まあ私の知人というかさ、本人はね、もう完全にその、まあ、科学的な世界観、私よりも、なんていうのかな、まあ、科学者として生きてるんだけど、まあ、趣味というかさ、まあ、生き方がスピリチュアルに行っちゃってる人いてさ、私、なんか、そう、なんていうかね、スピリチュアル道がね、極まってる人って、危なくないのよね。なんていうのかな、私と同じ、結局さ、スピリチュアルが怖くなるのって、なんか、結局、自分とは違う信念体系、まあ、例えばスピリチュアルを信じない、花から信じない人とか、そういう人への攻撃性に向かうと怖いよねっていう、話であって、意外とその、まあなんていうかな、まあ大学教授で、なおかつ、まあその人微生物学やってるんだけど、まあ微生物学の教授で、まあお金に別に困ってるわけじゃないんだよね。だからなんかその人とかさ、10万円で買った水晶を前もらったことがあって、なんかいらないですって言えなかったからもらっちゃったんだけどさ、まあなんていうのかな、基本的には自分がまあ信じてるというか、自分が良いと本当に心から信じているものを人に伝えたいっていう意思だけの人が結構多いので、まあ、攻撃的な、その、自分とは違う信仰体系に生きている人たちっていうのかな。まあ、それを攻撃してくるようなタイプじゃないスピリチュアリストとはね、まあ、なんていうのかな。優しく接してあげてほしいと言っちゃいけないけどさ。意外とね、まあ別にそんな悪い人じゃなかったりすること多いんで、あんまり怖がらず接してみてほしいなと思いますね。まあ当然ながらなんだろうな、まあ詐欺とも結びつきやすい世界なんだよね。さっき言ったように。結局物理的な、因果関係とか、まあ物理的な価値の、体系から離れた世界っていうものを認めるようになると、まあそこに必ず詐欺の可能性が出てきちゃうんで、まあ、それも、まあ、なんていうのかな。結局のところ、なんていうのかな。度合いの話で、まあ、明らかに詐欺だなっていうパターンとさ、そうじゃないパターンっていうのがあるんで。まあ、それを言い始めるとさ、その宗教的な事物、まあ、例えば、まあ、受験生がさ、合格のお守りを買うとか、まあ、そういうことも含めてね、否定してしまうことになるので、まあスピリチュアリズムってね、まあまともに考えてみると結構ね、いろんなヒントが得られる思想なんで、
まあなんだろうな、もちろんどっぷりハマったりとかさ、そういうことは全くないし、まあやっぱスピリチュアリズム自体が持ってるさ、まあほぼ9割方詐欺っていう性格とかそういう部分を見ると、まあ害も多いものだなとは思うけど、まあでもなんだろうな、うん、好きでやってる人をね、批判するのもどうかなと思いますので、まあなんだろう、周りにそういう方いたら、まあ優しく見守ってあげてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。